お疲れ様です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。寒いです。お願いします。寒いです。寒いです。すみません。いえいえ、お願いします。お願いします。じゃあ改めて、はい、お名前頂戴してもよろしいですか。ヒロゲンチャンネルの時でーすの方がいいですか。ありがとうございます。お願いします。はい、職業と役職。職業ですか。職業は実は床屋さんなんですよ。床屋さん。床屋さんで実は店長だったっす。実は店長。実は実は床屋で店長やってて、はい、普段どんなことしてるというか。普段は髪切ってます。髪切ってるか会議出てるか YouTube 撮ってますよ、うん、YouTube もやられてるんですか、うん、そうですね。サラリーマン兼 YouTuber 兼理容師みたいな感じかもしれない。兼そうですね。そうですね。もう理容師はもう二の次になってるかもしれない。それは違う。それやばいっす。それやばいっす。プロフェッショナルじゃないっす。ちなみに、はい、どんな会社に勤められてるんですか。ヒロ銀座ヘアサロンっていう理容室のお茶の水店で店長をやってますよ。ヒロ銀座ってことも銀座に本店があって、はい、それのお茶の水店みたいな。じゃあ何店舗か。ありますね。結構あります。37店舗ぐらい。国内外合わせて37あります。海外もある。海外も地方も。地方にもある。そうなんですよ。でも基本的には関東圏内というか都内。関東に29ぐらいあります。そうなんだ。イケイケです。イケイケって自分で言っちゃあれです。めっちゃ若いんでみんな。美容室でそんな店舗数ある。はい、会社ってあんまり見たことないですけど、なかなか少ないと思いますし、今年はやっぱ札幌とか福岡、はい、あとベトナムとかもできるんで、どんどん地方にも。そうですね、地方行って海外も。今何会社自体は何期目というかは2005年の7月26日にできてるんで、今年で20年。20年目突入します。すごいですね。20年でなかなかね、やっぱ40店舗弱ぐらい、結構競争率ハイペースじゃないですか。ハイペースですね。店舗出す勢い結構潰れちゃうっすよ、やっぱ。あ、そうなんですね。理美容室コンビニの5倍ぐらいあるんで。多すぎ。そうなんですよ。直近 2,3 ヶ月で店舗出たりとかしてるんですか。あー、ベトナムが春ぐらいにできます。うわー、そうなんですね。毎月までは行かなくとも 3,4 ヶ月に1店舗ぐらい増えてるってことで、1年間でだいたい4店舗ぐらい増えたらぐらいのペースで。ちなみにその店舗数そんだけあって、スタッフの数っていうのは足りてるんですか。足りてはないですよ、正直。足りてはない。今現在350人ぐらい。350人。いますけど、増えたら出店しちゃうんで。あ、もうそういうことです、ね、そう、増え人いたらもうすぐ出店で、はい、誰かしらがまた出世していくみたいな感じになるんで、めちゃくちゃ人欲しいです。あ、もう足りてないです。人に合わせて、もう店舗はいくらでも出せるけど、はい、みたいなところ。そうなんですよ。人が入ってきてくれたらみんながまた成長しちゃうっていう感じなんで。ちなみにお休みの日っていうのは、そもそもトッキーさんの休日というか、はい、まあ、僕の休日あんまあれっすよ、あんま休まないんで。あんま休まないですね。そうですね、休まず働こうって自分で選んでやってるんで。自由なんです。自由です。自由。店長はまあ自由なんですけど、でもみんなは 9.5 回ぐらいあります。あ、月 9.5 回。 9.5 回ぐらいあるんで。結構あるっすね。でも休みが多くてお金ないんだったら意味ないんですけど、休み多くてまあ割と遊べるお金もあるんだったらいろんな経験できるんで。でやっぱ同期とかスタッフめっちゃ多いんで、まあ、そこで休日でなんか遊びに行ったりとかもするんで、スタッフも仲いいし、まあ本当楽しく理容師できるんじゃないかなと思います。ちなみに僕、うん、理美容業界のことあんま分からないんで、はい、ちなみに他のサロンさんだったりとか、はいはい、美容室のまあ平均的な休みの日にちというか。いや、大体週1で、隔週で火曜日2連休とかしてるような。月で言うと1、2、3、4、5、6回とかじゃないですか。6回とかも平均の中、
で、その中でも講習会とかセミナーとかあったら自腹でやっぱ休日勉強しに行ったりとかもするんで、書面上6だけど実際4じゃないぐらい、4とか感じで全然あります。そんな中ヒロゲンは 9.5 あります。すごいですね。じゃあ多いってことですね、業界的に。めちゃくちゃ多いですね、やっぱなかなかないと思います。ぶっちゃけ、はい、僕もうずっと最初から一番気になってるところなんですけど、ぶっちゃけ稼げないんじゃないかなっていうのは、美容師さん、美容師さん、僕の友達とかでも全然いるんですけど、初任給だったりとか結構きついみたいな、で辞めちゃう子とかも結構見たりしてる。ぶっちゃけどうですか。いやぶっちゃけそういう業界っすよ、やっぱ。そうですよね。うん、だから親とかにもめっちゃ止められましたし、はい、まあ実際この業界入ってで、あ、大人の言う通りだなって最初は思いましたよね、はい、でもそれを経験して、まあ、確かに業界稼げない、このまんまでいいのかなみたいな、このままじゃあ理容師美容師選んだ自分は一生貧乏生活しないといけないのかってすごい自問自答して、はい、いや絶対そんな人生マジつまんないなって思って、たまたま友達が先に広銀座で働いてたんで、で紹介してもらって広銀座に来たって感じです。入ってお金の面で世界が変わったみたいなところなんですかね、はい、最初は何にも能力変わってないのに、はい、パッて入社、中途で入社していきなり手取りプラス10万ぐらいになったって感じですすごいっすよね。環境変えただけで、環境変えただけでやることは別に変わってない、変わってないですよ。別になんかじゃあ店変わった瞬間からめっちゃカット上手くなるかって言ったら絶対そんなことないですし、急に接客レベル上がったかって言ったら絶対そんなことない。ただ店変えただけで手取り10万アップみたいな、普通に意味わかんねえなって思いました。でも本当にきつくなったとかでもなく、そうですね、本当に変わっただけで、本当に変わっただけ、はあ、あるんですね、そんなことね、うん、でも休日も自分で回数選べるんで、なんか前々からそんなに休日取ってなかったんで、そのままの感じで行きたかったんで、自分は9回休み取れるけど4回とか5回にして、その余った分は給料にプラスしてくれるんで、そんな感じで。でちなみに、はい、さっきおっしゃってたみたい、まあ、中途で入ったみたいな、ああの最初のサロンさんは広銀座ではなかったことなんですけど、はいはい、どういう経緯で広銀座に入っていったのかなって。ああ、過去みたいな、過去